第23回海軍航空隊は、フランス海軍海軍航空隊紹介、海洋監視航空軍令下の紹介機部隊。第二次世界大戦中の1940年12月1日に、フランス領西アフリカのダカールで編成された第2回爆撃航空隊を、起源とし、1953年6月20日に、ポート両手海軍航空基地で編成された。 ランビウエ海軍航空基地に所在し、哨戒機にアトランティックにを運用する。第23回海軍航空隊は、第二次世界大戦中の1940年12月1日に、マーチン167飛行隊として、フランス領西アフリカのダカールのダカールオーカム第160空軍基地で編成された第2回爆撃航空隊の、 伝統を継承し、1953年6月20日に、アブロランカスター飛行隊として、ポート両手海軍航空基地で編成された。1956年から、フランス領アルジェリア及び、フランス領モロッコ沿岸の海洋監視任務に従事し、1955年から、ロッキード P2V-6 に、起死転換した。1961年1月には、 ランビューエ海軍航空基地に移駐し、1972年にブレゲーアトランティックに機種転換、1991年からは性能向上型のアトランティックにの配備が開始された。2000年にアトランティックでの総飛行時間3万時間突破を記録した第23回海軍航空隊が運用するアトランティックに、ありがとうございます。